皆さんこんにちは、リーナです。今日は9点点のお買い物をした商品を紹介していこうと思います。こんな風にプチプチに包まれています。何かというと、はい、開けました。はい、こちらのエスティローナーのリップが3本入ったセットになります。こちらはね、お色は55番、16番、23番ですね。で、こちらは9点のサイトで、メールで3本でね、3200円ぐらいで売り出されてるのを見て、すごい安いと思って思わず買ってしまったんですけど、なんか多分個人輸入、多分9点ってどういう販売形態でやってるのかわからないんですけど、個人輸入だからなんかお安く提供みたいな感じで書いてあったので、確かに届くのは普段の9点の商品に比べて結構かかりました。2週間3週間弱ぐらいかかりました。はい、では早速開けてみたいと思います。はい、開けてみました。開けてみるとまたこんな風に3本ずつ1個、1個ずつの、3本が1個ずつの包装になっています。こちらってあれなんですかね、こう免税店とか飛行機の中で販売されているような商品なんですかね。多分3本売りって店舗では売られてないですよね。免税店とかでなんか予約販売ができるっていうので見たことあるんですけど、そういう商品なのかなって思います。55番を開けてみます。なんかね、普通のエスティローダーのリップよりもちょっと小さめ、ミニサイズかなと思います。ではこちらの色塗ってみたいと思います。はい、こんな感じで結構濃いめのピンク、しっかりしたピンク、赤、赤寄りのピンクですかね。はい、では次こちらの23番のお色開けていきます。はい、開けてみました。はい、こんな感じの色で、先ほどよりも結構深い赤というか、うん、大人っぽいような赤色ですね。こちらもつけていきたいと思います。はい、やはりこう見た目よりも結構赤が強いというか、うん、こちらは赤、やっぱ先ほどの方はピンクですね。こう見るとピンクで、こちら深い赤っていう感じですね。うん、でも発色がいい、すごい一塗りですごく発色してくれますね。はい、ではこちらの最後16番を開けていきます。はい、16番はこんな色です。こう今までの中ですごく可愛らしいこう色ですね。一番若々しいというか、腕にのせていきます。はい、こんな色で、うん、一番ピンクでこう可愛らしい色ですね。塗ってみた感想としては、こちらの16番のピンクは結構通年使えるかなっていう、結構普段使いしやすい色かなって思います。で、こちらの3こちらの55番の一番上の色は結構こう見るとオレンジっぽいというか、ピンクと赤の中間な感じの色なので、これからの季節、夏とかにはいい色なのかなと思います。で、真ん中の23番の色は結構深みがある大人っぽいような色なので、秋冬とかにぴったりなんじゃないかなと思います。はい、でこちら、3000円ちょっとで購入したんですけど、3本で3000円ちょっとってことは1本が1000円ちょいなので、すごく安いなと思って購入したんですけど、ちょっとまあ感想としては大きさがちっちゃかったなって思います。正直なところ私は普通に売られているサイズだと思っていたので、それだったらすごいお得だなと思ったんですけど、まあちっちゃいので3本で3200円、3000円ちょっとっていうんだったら、まあ妥当といえば妥当なのかなって思いました。ちなみにですね、こちらエスティローダーの現品というか店舗で買ったものを1つ持っているんですけど、この大きさなのでやっぱりちょっと大きさの違いがありますね。はい、こんな感じでちょっとこう太さとかが、うん、一回りぐらいは小さいかなっていう感じはします。はい、なので、まあ、大きさ的にはちょっと小さいかなと思うので、もう値段的にはどうなのかなと思うんですけど、でも、まあ、小さいからすごい可愛らしいっていう部分と、あとはこちらの店舗に売っているものには、ない鏡がここについているのがすごくポイントというか、私は、鏡がついているのがすごく嬉しいところだなって思いました。塗り直しがしやすいと思うので、この機能はすごく気に入りました。はい、では以上がこちらのエスティローダーの3本のリップのご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。